皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。ストロングホールド2、実況、第5章後半始めます。前回我々は敵に囚われたウィリアム卿を救出。後半ミッションの目標は修道院の再建と敵の撃退。立て直す修道院の場所はどこなの？砦の西側、川を渡った先ですね。砦から離れてるのが厄介なのよ。ただでさえ少ない戦力を分けなくちゃいけないのよ。戦力の分散は愚策だってご主人様偽名で勉強したのよ。幸い川を渡った場所の地形が狭隘で待ち伏せにはうってつけです。まずはそちらに防衛のための部隊を派遣しましょう。その数はいかほど？手持ちのカタパルトと球兵を全て投入します。遠距離攻撃の部隊が全部砦を離れるのは不安なのよ。敵はまず修道院の再建を妨害してきます。再建が終わらない限りこの章をクリアできませんので、まずはこちらが最優先です。並行して内政を進めて砦を守る戦力を整えます。修道院は石材を生産すれば勝手に修道士が修復してくれるの？その通りです。ただ現在食料も資材も在庫が全くない状態です。まずは内政を進め防衛戦力を準備します。石材の生産はその後です。当面は市場で石材を調達して最低限の修復を進めましょう。それじゃあ始めるとするのよ。住居、リンゴ畑、小引き所、市場の建設が完了。弊社と武器庫、弓職人工房に棟も建設しました。あとは資材が溜まるのを待ちつつ施設を拡充して並行して旧兵の雇用を進めます。施設を作る場所が狭くて不便なのよ。あまり前方に建設すると敵に破壊されますからね。施設はなるべく砦周辺に建設しています。まあこれでなんとかするしかないのよ。マスター、国王の伝令が届いています。5章でようやくのご登場とはいいご身分なのよ。で、なんて言ってるの？ようやくするとですね。どう？やってる。国王考えたんだけど、ウィリアム、あいつ無能じゃね。頭ボサボサだし。だからさ、ここで頑張れば君にもワンチャンあるかもって国王考えてるのよ。あ、このことウィリアムには秘密な。だそうです。あのさ、国王軍って大丈夫なの？いやまあ、それは、なんとも。ちょっとだけあのボサボサに哀れを感じるのよ。まあ司令官自ら捕虜になるという失態を演じたわけですし、少しくらい国王の不評を買っても仕方ないでしょう。まああのボサボサがどうなろうとご主人様の知ったこっちゃないし、今は目の前の現実と向き合うとするのよ。Your popularity is rising. マスター、敵軍がこちらに向かっているとの報告です。おいでなすったのね。修道院に向かった部隊はすでに到着済みです。旧兵はこれから雇うってところだから、砦に攻めてきたら総兵でしのぐしかないのよ。最初の敵部隊はそれほど大規模ではないようですから、今の戦力でも対応できるでしょう。The Lord. マスター、敵軍が来ました。修道院に向かっています。浅はかなり、そっちは準備万端なのよ。旧兵と総兵合わせて20人程度の部隊のようです。あの規模なら問題なく撃退できるでしょう。敵を撃退しました。いいじゃないの、いいじゃないの。修道院の部隊は引き続きここで待機させておきます。次は大規模な部隊で砦に攻撃を仕掛けてくるでしょう。旧兵の雇用を急ぎましょう。マスター、再び敵襲です。今回は大軍のようです。ここからが本番ね。旧兵の数はいかほど？現在13名です。心もとないのね。弓製作所は3軒に増やしています。敵軍の到着まで可能な限り旧兵を増やしましょう。マスター、敵襲です。数は意外に少ないのよ。兵士は少ないですが、工場建築から次々とカタパルトが出てきています。旧兵で迎え撃ちつつ、うちもらしは総兵に対処させましょう。撃退成功です。旧兵や塔のを優先して柵の修理ができなかったから簡単に侵入されてしまったのよ。ですがそろそろ旧兵の数も揃ってきましたし、柵の修理にも着手するとしましょう。石切り場を建設して石材の生産を始めます。いつものように運搬用の牛つなぎ場も3軒建設。これでようやく修道院の再建に取り掛かれます。マスター、見たび敵襲です。え、またなの？まだ柵の修理も終わってないのに。しかも前回よりも大軍のようです。こっちの旧兵も50人は超えてるし、なんとかするしかないのよ。敵軍が到着しました。エドウィン卿自ら指揮を取るようです。エドウィン、あのネズミね。後半の敵はバイキングじゃなくてこいつの軍だったのね。道理で弱いと思ってたのよ。しかし数は多いので侮れません。今回も旧兵中心で迎え撃ち、柵内に侵入した敵は総兵で対応します。
を撃退しました。いいよいいよ、うまくいってるじゃないの。やはり数が増えるほど旧兵は強力になりますね。あの数のカタパルトを全く寄せ付けませんでした。修道院の再建も半分以上進んでいます。あと一息です。マスター、修道院の再建が完了しました。これであとは敵を片付ければクリアというわけなのね。しかしあいつら、あれから一度も攻撃してこないのよ。そうですね、待機するだけで動く気配がないですね。せっかく柵の修理も完成したのに。へいへい、ビビってんじゃねえよ。来いよ、武器なんか捨ててかかってこいよ。なんというか、とんだチキンですね、江戸院長。チキンというかネズミだけどね。はは、でもこのままじゃ拉致が開かないのよ。仕方ない、ここは打って出るとするのよ。戦力も十分ですし、それがいいでしょうね。旧兵で敵兵を排除しつつ、総兵で敵の工場キャンプを破壊します。これでクリアできるでしょう。もうろくに兵士も残ってないしね、楽勝なのよ。工場キャンプを破壊しました。あとは残る兵士を排除するのみです。敵軍、撃破しました。アクションス。そして第5章クリアです。今回はあれね、前半はめんどくさかったけど、後半は楽勝だったのよ。まあストロングホールドといえば、工場ミッションの方が難しいことで有名ですし、今回のことでウィリアム卿もマスターに感謝するでしょう。どうだかね、どうせあのボサボサ、また余計なことをやらかすに違いないのよ。引き続き、気を引き締めていきましょう。ご視聴ありがとうございました。